りあえずすぐ。なんか顔眠そうちゃう。うん。何時今？5時41分。6時35分の飛行機に乗るの。腹が空いてる。これ手先全部食べるって食べます。お腹減った。今日だって3時半起き。長いよね。ここまで来てたもん、うん、でここにニキビ出て行ってきてコンディション悪い。眠いです。眠いです。行ってきます。アップしていい？やだ。行ってきます。見送りに来たです。わしや全知全能の神や。気ぃつけてな、ビリケンさん。バイバーイ。イエーイ、ありがとう。到着。なんだっけ、ソーキそば。ソーキそば、おすすめしてもらったの。来ました。え、めっちゃいい感じ。なんか沖縄っていう感じやね。うん、めっちゃ下行くんや。あ、待って、鍵閉めてない。お気に入りのお気に入りのシーター、これにするわ。白いじゃん。あ、いいね。かわいい。なんかほんわかしてる。そう、ほんとだ。結構なんか怖いね。怖くない？夢に出てきそうな。ほら見て、すごい。道が長いです。なんかわかんないけど、出れるところがありました。あ、綺麗ね。降りた先に着きました。あの長い下り坂を下って。健康長寿って書いてある。へー、そうなの。じゃーん、着きました。食べていく。いただきます。美味しい。あっさりしそうだ。うん。嬉しい。あ、硬っ。え、硬くないこれ。普通に沸く。頑張れ。うわ。ジンベエザメ。行ってきます。入る寸前やったのにマスクが壊れた。けん車に戻ってます。暑いけん岬には日陰で待機してもらって。マスクが壊れた。暑い。ガビガビ食べた。
でも最高に楽しい沖縄。やばくない？なんで今壊れる？とりあえずすぐ水着を持ってるから急ぎ戻ります。これパパイヤちゃん。なぎ。綺麗な海です。めっちゃ綺麗。綺麗すぎ。めっちゃ綺麗。色が綺麗ですね。あ、綺麗。不思議な道行きました。座を巡っております。これ、おっちゃんの中継で。まっすぐまっすぐ。多分、この、あの、チーズ。あ、いいのか。シーソー販売してる。シーソー。シーサーだったら欲しいな。魔除け。魔除けね。いいね、ここ。20歩先やって可愛くない？20歩先。あと20歩先。何メートルとかじゃない？シーサー買っていきます。シーサー買いました。シーサー買っちゃいました。包まれとうきゃどんなシーサー買ったかわからんけど、うん、後ほど写真で紹介します。歩く。ブルーシール食べます。いただきます。いただきます。シークワッサー、うん、これはガチに見たいよ。シークワッサーと塩チンソー。道の駅パーラー夕食探しです。ちょっと曇ってるね。プールあるよ。使い切りました。一つ目の映るんです。ゼロになりました。今は夜の何時ぐらい？10時ぐらいで、ホテルにあるプールサイドで黄昏れてます。あ、眩しいねこんな感じ。誰もいないから好き放題やってます。私マッサージの場所でお菓子もね、休みだから食べちゃってます。ミスコミスコミスコとドーナツ買ってる人いる。駄菓子大好き。これ箱買いしたいぐらい最近ハマってる。ミスコ美味しいよね。美味しい。あと流しようかな。今ね、サンピン茶なんかね、沖縄のやつもらった。お酒のようでサンピン茶。そう、お酒と店がサンピン茶です。ホテルの鍵はね、なんかね、お魚みたいなやつ。多分コブダイ。今日見てきたから知らん。今日さ、帽子してた。あー、チラ海で。そう、お魚みたいなやつが鍵やった。こちら売ってます。どうですか？愛車持ってきた